今回はバニーガーデンに対するネットの反応を紹介します。令和のラブプラス、すげえ全員おっぱいじゃん。かなちゃんのおっぱい89は嘘でしょ、本当は98でしょ。みゆかちゃんの85も嘘だよなーってなったわ。おっぱい大きいから好き。パマルズリアナ水着とかよくわかってんな。ドリクラもムチムチで素晴らしいモデルだったけど、こっちも父以外もムチムチしてるな。ツイスターゲームの動画見たけど、これ任天堂よく許したな。任天堂が許したのではない、ゼロがこれならDネと反抗して通しただけ。抜きたくなる恐ろしいゲーム。絶対数の違いのせいか、ビータはそういうソフトばかりという印象だったけれど、スイッチだと多数のソフトに紛れるせいか、そういうのもあるという程度にしか感じないわ。そして今やビータにいた携帯機紳士ユーザーの大半を、スイッチが飲み込んでしまった。スイッチのこの手のゲームの割合的に玉の箸休め程度に、こういうゲームもいいよねみたいな感じなんよね。こういうゲームしかなかったビータは売り場行くとめちゃくちゃ恥ずかしい。ジャンプのお色気枠みたいなものかな。モッドが出る可能性がある以外は Steam もスイッチも全く一緒じゃないんだっけ。解像度の差が気になるかどうかかな。スイッチで勢いつけて Steam でモッド呼び込むいい流れだな。これの18禁版出るとしたら、やはり本番ありですか？出ないだろ。下手に出すとそれこそ目の敵にされて、スイッチでのビジネス潰される。キュリエイトで18禁出るのは ADV だけや、使ってる声優からしてもない。まあ、裏名義ある人いるけど。マヤノと冗談と行くのだっけ、ホスト上の3人。実質ウマ娘、ちょっと背徳感あってめっちゃ興奮する。声優がマヤノトップガンなのに釣られて買ったらみんな馬だった。これで D なんだ。D の限界を確かめてるぐらい突っ込んでるよね、というかスイッチ版も無修正でよく出せたなと思うくらい。また手が滑って誤って購入してしまうスイッチユーザーが多数発生してしまうのか。あまりのインパクトに誤操作してしまうのは致し方ない。すでにお前の手もヌルヌルだろうが。キュリエイトはエロのチキンレースで販売停止までなるメーカーだから、欲しいなら今のうちみたいなとこあるゲームに出る女の子は成人ですみたいな注意が笑った。ハイト君の稼ぎちょっとおかしい。稼ぎというか昇給して給料上げてくれる仕事先が謎。5月お前頑張ってるな基本給上げるで、6月お前頑張ってるな基本給上げるで、7月お前頑張ってるな基本給上げるで。なぜクビになった？適性がピンポイントすぎて前職が本当に合わなかっただけなのかも。主人公いきなりクビになってて俺に刺さった、無能なのかと思ったら、その後働き出したらバリバリ昇給して、今度はイライラしてきた。おっぱいのサイズ教えてくれてこんなことまで言ってくれるとか好きになっちゃう。いや、もっと見つげ。これか、一切店に行かないで過ごしてると、店が潰れるというゲームは。借金して返せないと漁船にも乗ります。借金があってもお店には行ける、さすが無敵のカード払いだぜ。上限額とは、いくら借金あっても漁船に乗るだけだしな。金でキャスト3人落として店潰すゲームだった。あるのかハーレムエンド。店なんでそんなことするの？でも行かなかったら行かなかったで潰れるやん君。値段の割に出来が良かったから、もうちょいボリューム上げてフルプライスで欲しくなってしまった。売り上げ次第で続編なりフルプライス版なり出るかもしれん。PTA の良さわかった。ああ、昔はあんなに嫌いだったのに、今はようやく良さが理解できたぞ。ドリクラより規模は小さいが、セリフのアホっぽさやモーションや中学生みたいなピュアなエロ大人がやってる感じはドリクラの精神を感じる。令和のドリームクラブ？ドリームクラブのとこが作ったの？ドリクラのとこにいた P が独立して作った会社で、女性社員から変態扱いされながら作ったゲーム。なんでそんな会社に入ったんだ女性社員。すごい男だ。女性社員に変態扱いされることで燃え上がる男。令和のドリクラやな。規模は小さくなったけど売れたら味を占めてもいいぞ。思いのほか売れ行き良さそうでびっくり。安くてエロいパルワールド現象来てるな。Steam の売り上げトップになってるな。トップになってて草。今見たらバニーガーデンがトップだった。トップ10にモンハンが5本入ってて、そっちの方に驚き。檻のスタジオの新作は意外に盛り上がってないな。どこら辺が成人向けコンテンツなのか教えてください。スティームくんは刺激強いとすぐ成人指定しちゃう。飲酒行為のあたりが。それは仕方ないな。ペコラがこのバニーガーデン放送してるやん。女配信者世界一位が実況プレイするんだし、これで外人とかにも知名度爆上がりするから、さらに売れそう。X トレンド1位、eCショップ2位、Steam 1位、普通に爆売れじゃん。売り上げ予想以上に高くて笑った。思ってたより紳士淑女多かったんだな。買ったやつみんなスケベ。この時代にこそ求められてるゲーム、ドリクラも良かったけど早すぎた。
こういうド直球なのでなくなって久しいから今の時代に出たら買うしかない。こういう直球のポジティブエッチなゲームは男女ともに遊びやすいんだよな。3000円です 10% オフですならまあ買ってみるかとなるか確定だよね。値段とクリアまでの敷居が低いのはほんと助かる。こういうのでいいんだよこういうので。パンツより普通に会話が楽しいだけですでに価格分の価値あった感がものすごい。この手のゲームとにかく主人公がおかしかったりで嫌気さして止めちゃうこと多いから。会話パターン多いからほぼループ会話にならないし飽きずに攻略できるのよね。値段以上のボリュームと満足感は確実にある。名前がハイト固定なのだけが残念やな。君とかでも良いから読んで欲しかった。ハイの人ってことだから間違ってはないな。乾杯だから噛んだハイトなのはわかる。このゲームで分かったこと、キャバクラはやばい、ASMR はやばい、ギャンブルはやばい、PTA はやばい。何分くらいでクリア ?1 キャラ23時間かな。招待されないと入れない日が1日あったけどあれは何だろう。誕生日だと思う。いわゆるバニースーツでなくてスカートなんだね。普通のバニーがあるよりこっちの方がいいや。おパンツが見えるから100倍お得。多分そのためのスカート。女の子が他の男を接待してるとこが見えるの一部の層に刺さってそう。プレゼントしたパンツ履いて接客してる。これ実質ドリクラ最新作じゃね?ドリクラを継ぐ者を名乗るならカラオケを追加してくれないと。追加してほしいけど楽曲使用料とかでコストが上がって、お手軽じゃなくなっちゃうんだろうな。ストレスなく女の子と触れ合えるっていいと思う。音ゲーとか入ってくると音ゲーに必死で後ろで流れてるせっかくの女の子の仕草とか見れないし。エロさってパンツ止まり?おっぱい揺れるよ。正直パンツはダメコンで ASMR が中枢な気がする。このゲームに ASMR 搭載しようって考えた人、天才です。これモッドなしで遊んでからありで遊ぶとより興奮できるのでは。まあそれはどのゲームでも一緒よ。モッドはあるのか、これから作られるのか。追加衣装出してほしいけど制作会社的にモッドに期待するしかないのが残念。でも海外職人ってすぐノーパンモッドや全裸モッドとかいう無粋なことしそうだし。衣装モッドとかはまずそこが前提で始まるって昨日のスレ高で言われてた気がする。モッドなんかで服を着せるために服を脱がすのは自然だな。最近キュリエイト買ってなかったけど買おうか悩むな。お金稼ぎ難しくはない?まずセーブする。数回ギャンブルしてマイナスが多いようならリロード。いい流れが来るまで繰り返す。10回やると日付が変わってしまうので23回おきにギャンブルするごとにセーブしておくとうっかりが防げる。セーブロード繰り返すだけなので難しくはない。ただひたすらだるい。1キャラずつ順番にやるならギャンブルは別にやらんでいいレベル。3人クリアで成金モード解禁か。成金モードだと5000万円からスタートできるぞ。成金モードなんてあるんだ。なら最初は一人に攻略絞って良さそうね。このままバイバイしちゃうの?